ハイブラ最強チューニングイン、どうも鈴木のけいです。 YouTube100 人様登録どうもありがとうございます。いや、100人登録本当に大変でした。特に今は海外に飛行機が飛んでないので、僕みたいな旅系 YouTuber にとっては大変逆風だと感じています。正直今ならお家で遊ぼう、ステイホームでこんなことできるといった企画の YouTube の方が伸びると分かっていますけれども、やはり僕は旅人という自負がありますし、皆さんにお伝えできるコンテンツは旅だと思ってますので、そこで今回100人様登録突破記念企画といたしまして、それほどもったいつける話ではないんですけれども、旅の資金はどうしてるのというお話を赤裸々に語りたいと思います。僕の場合、短期で1週間とかではなく、長い時は3ヶ月から半年近く海外にポンと出て生活してますので、皆さんやはりお金のやりくりについてすごい気になるみたいで、よく聞かれるんですね。こちら答えをズバリとシンプルにお伝えしますと、日本で短期間でガッと働いてお金を貯めて、もうお金が貯まったらすぐに海外に出て、そのお金でやりくりをしている、物価の安い途上国なので長いこと生活しているといったところが正解答えです。バックパッカースタイルの旅なので、安宿など食事などそれほどお金はかからず長く生活できています。ではそのお金をガッと貯める仕事は何をしているかとお伝えしますと、こちら最近では農業づいています。農業、収穫のお仕事を短期間でやって稼いでるというのがお伝えする答えです。日本でも海外でもですかね、農作物が実って、その収穫の時、その時はやはり農家さんも人手がいるわけですね。その期間だけこう旅人だったりが集まって、農作物の収穫の仕事が日本全国各地にあります。では農業のいい点、旅と農業の相性がいいところをお伝えしますと、まず最初1つ目、給料、お給料がいいです。稼ぎがいいです。こちら数字にしますと、だいたい時給か日給制なんですけれども、時給でしたら1100円から1500円ぐらいがあります。日給で言ったら1万5000円ぐらいこう支払われるところもあります。1100円から1500円の時給って日本の最低賃金から考えるとすごく高いですよね。これの給料のアルバイトってなかなか他の職種ではないかと思います。その次に、とにかくお金が貯まりやすいということです。基本的に住み込みでの仕事になるので、その住み込みでやってる間、その仕事をやってる間は特にお金を使うことも出てることもあまりないので、お金がボン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 と溜まってく傾向にあります。住み込みと聞くと寮のようなイメージされるかもしれませんけれども、だいたいやはり田舎の農家さんってこう家も大きかったり、もうまだ離れがあったりとかするので、そういった農家さんの離れに住まわせてもらったり、中にはその集まってる人同士でシェアしたりワイワイやったり、そういった感じになるので、特にそんなガチガチなシステマチックみたいなイメージはないです。お金が貯まるということに付随して、農家さん畑を持ってますので、自分のところのご商売で作ってる農作物以外でもちっちゃい畑で大根だったり白菜だったり結構作ってらっしゃるんですね。そういったものを大根あげるよとか白菜食べみたいな感じでくれて、本当に食費もぐっと抑えられて、さらにお金が貯まるといったのにも拍車がかかります。そのお金云々も超えて、こんなに地方では田舎では食べ物が豊かに回ってるんだというところに僕は最初すごい衝撃を受けて、そこが一つこの最近農業づいてる、ちょっと農業の世界にぐっと入り込んでる一つの理由でもあります。そしてやはり自然体験ですよね。この自然相手の仕事なのでストレスはたまりづらいです。仕事といえばこうオフィスの中で、満員電車に揺られて出社して、会社のモニターずっと見てっていう感じのが仕事のイメージあるんですけれども、もう常にお日様の下でこう自然と触れ合ってやるので、本当にストレスが少ないです。そのストレスが少ないといえば、一緒に働く方がもう本当に農家のおじいちゃんおばあちゃんだったりするので、特にそこに利害関係といいますか、世の中が回ってるお金のようなシステムとは違うようななので、本当にストレスフリーに近いような形でお仕事はできます、させていただいてます。いろんなお仕事ね、都会ではあったりすると思いますし、都会に限らずありますけれども、特にこの農業というのは収穫の時期は人手が足りなくて、もう来て来てと、こう若い人が地方に来てくれたらそれだけですごい感謝されるので、今日もありがとうね、頑張ってくれてありがとうねということをいっぱい言われるので、ほんでこの感謝の質というかが違うんですよね。同じいろんなお仕事の中でも農業は
やはりこの本当の意味のありがとうが集められるという意味で、とてもまあいい感じで、まあ、心もスーッという感じでお仕事できてお金を貯めれるという、本当に非常にいいかなと思います。やはり集まっている人は旅人が多いですね。まあ、こういったライフスタイルしている人はなかなか定職について勤め人というのは難しいので、自然と旅好きなどが集まってきます。なのでもう本当に集まってる人、一緒に働いてる人同士は話がすごくあって、もう阿吽の呼吸というか、もう通過というか、もうそういったところの居心地の良さ、楽しさももういい面です。さらに最近ではコアな旅人だけかと思いきや、もう意外でいろんな人が集まってます。要するにノマドワーカー流行ってますけれども、こう PC でのノマドワークしてる子が、その PC ワークだけだと、まあ、ちょっと物足りないから、お金の面でも精神的にも、なので空いた時間に農業の仕事もやったりしつつ、もちろんパソコン持ってきつつといったノマドワーカーの子が集まってるというのも、ここ最近の特徴で、ちょっと僕個人としても驚いて見ています。お仕事の内容は、まあ、きついといえばきついです。こう山の中に入って斜面だったりとかを登ってったりとか、そういうこともするので、どうしても体使うのが苦手という人はちょっと無理かもしれないですけれども、ただやはりこれ男性だけじゃなくて女の子も普通にやってますからね。で、まあ、時間は、まあ、やはり農業なので朝は早いですけれども、朝7時から8時からのスタート、それは農家さんによりますけれど、まあ、基本的に8時間で終わりです。もちろんこの8時間過ぎて、まあ、夕方以降でも、まあ、残業といいますか、まだまだ仕事あるんだったらちゃんと残業手当みたいなのもつけてくれますし、そういったところは本当にホワイトです。ブラックではありません。ズバリ数字を言ってしまうと、45日間ぐらい働いて最後終わった時に数字見ると45万円ぐらい貯まってるというような計算ですかね。まあ、その間使うこともないということをあんまり考えると、しかもこれいいところ、現金取っ払いでもらえるんですね。この辺が農業の仕組み、僕もそこまではやはり入り込んではまだまだないのでちょっとわからないんですけれども、農協さんだったり国のそういった農業のへの手当はどうなっているのか。ただ収穫の仕事でお仕事をお願いして働いている僕たちは直接的な雇用とはまたちょっと違うので、なのでいちいちこの雇用登録結んだりしなくていいので、もう農家さんからお金はいありがとうねで現金取っ払いでもらえる。つまりこれ要するに非課税でバツンとそのままもらえるんですね。これが非常に大きいです。非課税で45万入ってくるわけです。農業はまあ国からのこう手当が手厚いといったことはなんとなくイメージしていただけたかと思います。これは僕なりにももちろんすぐ分析したんですけれども、なぜかやはり地方の農家さん、地方のお年寄りは国、政党、政府にとっては大事な選挙の票だからです。だからここをないがしろにはできないですからね。そこを手当を厚くしとければ選挙の時に票を入れてくれるので、やはり日本の農業はもうすごく聖域といいますか厚くなってます。まとめると季節労働と、まあ、俗に言われているものなんですけれども、まあ、この季節労働という呼び方もあんま響きが良くないので、なんかいい言い方ないのかなと僕から発信したいなってちょっと考えたりもたまにするんですけれども、地方高齢化で人手不足になってきてますので、もうあんまりみんなが知らないだけでこう人の動き流れ、お金流れがすごい農業では目まぐるしく変わってるんですね。そういったところ大変魅力だと感じて注目しています。とはいえ僕もこういった動画編集してるぐらいの人間ですので、パソコンの仕事もしています。これはベタにウェブライティングですね。これは僕が以前広告制作の仕事を出版社でやってたんですね。まあ、その時のつてで今でも仕事がちょっと回ってくるんですけれども、だいたい月に 2,3 万ぐらいになりますかね、仕事が定期的にあれば。まあ、月に 2,3 万かと思うかどうか人それぞれなんですけれども、ただ月に 2,3 万場所を選ばずに入ってくる仕事があるというのは結構精神的に大きいです。こうセーフティーネットになります。例えば、まあ、東南アジアだったら 5,6 万、まあ、インドだったりしたら本当に3万ぐらいで月過ごせるので、ということはそのウェブライティングだけで、もちろんそんな毎日やるわけじゃないですからね、ほんのちょっとの時間で1ヶ月の生活費、海外の分だったら稼げちゃうわけです。そんなところですね。皆さんいろいろな方法でお金はやりくり貯めて海外旅行に行こうだったり、海外の長期生活したりチャレンジしたりしてると思います。そういった方法は人それぞれだと思いますけれども、その中で農業、まあ、都会で家賃のためになんか働いてるんじゃないかな、誰のために何のためにこの仕事してるんだろうというふうにちょっと感じる人は、ちょっと視点をずらして地方田舎に目を向けると、もうお金の流れも人の流れも全然変わってきます。
そこで本当に自由な精神だったり、もう何よりもたっぷりな時間を取ることが可能になります。ぜひ一度そういった視線感じてチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。この話が役に立ったと思った方はいいねボタンと、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。